どうもトラジローです。今回はソード仮面ライダーギーツ ID3 のビートフォームですねの上半身、これを仕上げていきます。いつものボディ回収は終わった状態ですね。顎パーツの回収と胴体のボールジョイント接続で、肘関節の内側も埋めてますね。でまずは肩のスピーカー部分ですね。リボルブオンの時もやりましたけど、センターキャップを作って取り付けてますね。で胸のモールドですね、これはシールで再現するのでボコボコにならないようにクリア UV レジンを流し込んで埋めてますね。ちょっと分かりづらいですけど、まあ、こんな感じで埋めてます。で腕の方も同じように埋めてますね。で肩アーマーですね、今回もスプリング接続するので肩のジョイントを取って胴体に穴を開けて肩アーマーもプラ板で埋めてますね。肘の方も今回手を加えていきます。肘のアーマーがあるんですけど分割がちょっとおかしなことになってるのでここを直していきます。まずは二の腕側の肘のアーマーですね、ここをノコギリで薄くカットしますね。まあ、この辺を肘を切りすぎないようにこんな感じでカットしてます。で切断面と角が丸くなるようにヤスリがけで整えてますね。で二の腕を取り付けた状態で先ほどカットした肘アーマーを戻して接着します。で表面をヤスリがけで整えて回収完了ですね。肘の動きも問題ないですね。両方とも同じように回収します。まずはパーツ全体にブラックサーフェイサー吹いてますね。黒い部分はこの色でいくので艶消しでトップコートしてます。でガンメタの部分はメタルブラックとホワイトシルバーを混ぜたメタルグレーで塗ってます。で青っぽい色の部分ですね、これはリバイスの時に作った、リバイスブルーグリーンですね。メタルブルー、メタルグリーン、ホワイトシルバーを3色混ぜた色で塗ってます。でピンクの部分は、メタルピーチと色の素マゼンタを混ぜたマゼンタピンクで塗って、ゴールドの部分はレッドゴールドで塗ってます。で口のシルバーの部分ですね、ここはホワイトシルバーで塗装してます。でマイクの部分はマスキングが難しかったので筆塗りで塗っていきます。はい、こんな感じですね。でメーター部分といいますか、この部分ですね、ここは付属のシールを貼っていきます。胸の方はそのまま貼り付けますね。こんな感じで両方とも貼ってますね。で腕の方は切り出してから貼り付けてます。であと最後全体に光沢トップコート吹いてますね。では塗装が終わったので組み立てていきます。肩アーマーの方はスプリングを差し込んで接着してますね。で腕を取り付けていって顎も取り付けてビートフォームの上半身完成です。で今回はタイクーンと組み合わせてみますね。下半身を取り付けてベルトのコア ID はタイクーンのものに変えてますね。で副眼はマゼンタピンクで塗ってます。でマスクパーツを取り付けて仮面ライダータイクーンビートフォーム完成です。では完成したものを見ていきます。仮面ライダータイクーンビートフォームですね。今回ビートフォームの上半身のみ仕上げて、マスクパーツと下半身は以前作ったものになります。でタイクーンあんまり使ってなかったんで組み合わせてみました。で目が大きいので複眼がしっかり映えますね。まあ、こんな感じでビートフォームの上半身ですね、
このスピーカー部分、センターキャップこだわって作ってみました。でこの胸のメーターのような部分は付属のシールですね。腕の方も同じようにシールで、ベルトは以前作ったものですね。こんな感じです。でこれも以前作ったビートワックスですね。持たせてみるとこんな感じですね。色合いとギターでさらに派手に見えますね。持ち方を変えてアックスモードですね。ビートワックスでの斬撃のポーズですね。はい、こんな感じですね。やはりここはナーゴですね。ナーゴとも組み合わせてみます。金の輪っかがついた腕のパーツも塗装しているので、これも付け替えて仮面ライダーナーゴビートフォームですね。マスクパーツを付け替えて、でベルトのコア ID ですね、これも付け替えてます。まあ、こんな感じですね。で複眼もしっかりピンクの感じが見えてるかなと思います。はい、こんな感じですね。これも本編でよく登場するので見慣れた感はありますね。ビートワックスを持たせるとこんな感じですね。でこのニャーンのポーズですね、これをやりたかったんですけどできないことに気づいたので、左手でビートワックスを持てるようにこの平手パーツ改造していこうと思います。でまずはプラ板ですね。このネックの裏側に差し込めるように、厚さを加工してますね。スポッと入るようにしてます。でこのプラ板を平手の手首のこの根元部分ですね、ここに接着してます。まあ見た目はちょっとあれですけど、こんな感じで持たせられるようになってますね。で塗装して付け替えるとこんな感じになります。しっかり左手だけでビートワックス、保持できてますね。で左手で持てるのでこんな感じでポージングの幅も広がりますね。でニャーンのポーズもまあそれっぽく再現ができてるかなと思います。はい、こんな感じですね。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。そらジローでした。